さあ、やっていきますか。意外と下がんねえな、自分今勝ってはいるからね。チームをまたちょっとだけね、カスタマイズしてきたんですよね。これかな？またちょっとわかんなくなっちゃった。いや、これだわ。ん？これだ。防塵ゴーグルがちょっと微妙だなと思って変えたのと、カイリの技構成を変えました。あと、近々同じ並びだけど、ちょっと、テラスタルを変えたりとかね。いろいろカスタマイズを考えて、勝率は100戦やって67だ。勝だから67%ですね。まあ、いいんじゃないかな。まあ、これが80%とか90%とかやったらめちゃくちゃかっこいいけど、なかなかうまくいかないからね。まあ、半分以上勝てれば基本いいと思ってるんで、67は個人的には十分。これは、ロトムから入りたいところだが、ロトムか、ラウドボーンはないな。初手のマスカーニャがちょっと鬱陶しいんよな。ロトム、ハッサム、カイリュウって並びにしたいんだけど、なんとも言えないっすな。それかもうマスカーニャからかな。マスカーニャからで、マスカーニャね、完全にあいつで止まる。あ、まあ、ガーで。ロトムから入って、カイリュウ、ハッサムが一番丸いような気はしてる。はい、対戦よろしくお願いします。最低コダックガチ勢だな。いや、平日さ、全然対戦潜れないから、もっとがっつりランク下がるかなと思ったけど、意外にも大丈夫だな。いや、まあ、1位から21位だから、20位下がってるっちゃ下がってるんだけど、普通になんか1、2日あんまできなかったら、一気に200位とか300位まで落ちるのかなって思ってたから、そんなこともなくて。とは言ったもののね、この順位で満足するわけじゃないですからね。まあ、最後には冬休みがあるんで、年末年始でどれだけ追い込めるかと思うけど、だその追い込みをするにも、その時期に、なんかそれなりの順位にいないと上の方目指せないんで、できるだけこれをキープしたいですね。初手はクソ出しがってる。アーマーガーが仮になんか役割破壊テラスタ打ってきても、まあ、ロトムが落とされることはないでしょ。サザンドラー、これむずいんだよな。メガネ流星群だと回で飛ばされるから、テラスタル切ろうかな、ここは。切っていいっすか。いいよ。炎のパンチ採用してきたんで、アーマーガーに一応打点があります。1枚、炎パンで、一応なんだろう。アーマーガーがね、HP 特化としても確認なんですよ。なんで、一回待った状態で、高火炎のパンチを決めれば倒せる。タイミングからだと鉄壁とかあるから、あんま安定はしないけどね。で、ここなんですけど、相手高火炎のトンボ返りとかしてくる可能性あるじゃないですか。だからここは突っ張る、炎のパンチ。丸突き潰れるけど、スカラフサザンにノーマル回流が食べされることはないと思っていて、メガネだったらもう上取ってるんで。一応この炎のパンチは、まあ、アマーガーは役割対象って役割対象なんだけど、最近鋼になるサザンとかがいて、それを倒すための炎のパンチですね。まあ、炎パンだけじゃもちろん倒せないけど、ただ向こうからもワンパンされないんでね。サイクルの中で消耗したやつだったら倒せるみたいな感じかな。まあ、あとはキノガスタに一応打てますね。はい。いいダメージ。5つ目。挑発、はい、どうぞ。私は一向に構わんが。炎のパンチで刺さったな、早速初戦から。いや、これ絶対強いと思ったんだよな。アーマーが出る時のさ、戦術がすげえ窮屈だったんだよね、今まで。ロトムとラウドボーン両方出さないときついみたいな感じになることが多くて、戦術がすごい窮屈だったんだけど、まあ、カイリの炎パンだけで見てるわけじゃないんだけど、この戦術は。ロトムプラスでカイリの炎パンとかあったら、まあ、結構安定かな、みたいな。そんな感じですね。マリルリー。焼けないかな、これ。焼けてくれませんか。超入るじゃん。焼けろ。急所、美味しい。焼けろ。だけど、これ、ノーマルのタイプ一致神速が決まるから、結構入ると思う。そして向こうの技は一発耐えると思う、ノーマルだから。あとはサザンドラのテラスタルかな、怖いのは。あとはマリルリか。マリルリがバカ力とか持ってるやつとか、あとはフェアリーテラスタルとかで無理やり倒しに来るとかかな。落ちないかな、ワンチャン。落ちるんですよ、強い。強すぎるぞ、おい。サザン。
これ新速でいいと思ってんだけど、激輪弓アーマーガーとかやないと思うけど、やって聞かれないよね。新速でいいや。仮に鋼テラスタルだったとして、まあ多分大丈夫だと思うな。一発ぐらい耐えそうだし、メガネじゃなかったら多分鋼だと思うんだよな。やっぱそうだよね。これに対してホノパンが通るからね、かなり使いやすいと思って採用してきたんだけど、地震だとさ、サザン浮いてる関係で取らないじゃん。だからオノロクス採用して地震かなとかも思ったんだけど、やっぱカイリューがね、浮いてるってのがでかいんだよね。サイクルの中ですごい使いやすい。流星群、はい。これはメガネですね。メガネだとして、ロトムとハッサンも両方ワンパンできないはず。悪の波動でこだわるって可能性があるけど、それぐらいなんで、ここロトムから入って、まずボルトチェンジで、アーマーガーを突破するでしょ。これでアーマーが突破するんじゃん。で、サザンに対してバレットパンチを押す。で、バレットパンチが先制通るからハッサムがひるむことはなくて、まあ、ハッサムが2回バレットパンチできたらもしかしたら倒せるかもみたいな。倒せなくてもロトムがワンパーされないから、ひるまなければ勝ちみたいな感じの試合ですね。まあ、何してもひるみかな。ロトムがひるむかひるまないかだと思う。ワンチャンハッサムのバレパン2回で落ちないかなって思ってるけど、あの HP だったら。まあ、それ待ってさっき新速をしたんだよね。多分このサザンドラ側がハッサムワンパンしようと思った時って炎技しかないけど、多分こだわってるんでロトムに通らないから、他悪の波動だと思うんですよ。だからアクハ急所とか、ハッサムに対するアクハ急所とか、落ちると思うよこれ2回で。やっぱ落ちるよな。オッケーオッケー。いろいろ計算が合ってたわ。あとこの試合めっちゃ早口だったかも。あまりにもうまく決まりすぎた。対戦ありがとうございました。いや、やっぱ炎パン強いと思ったんだわ。いや、今シーズンというか、SV の俺冴えてるわ。よし、見つかった。やべえ、またいる。ちょ、だってこのやつら流行り始めるのかな。流行るんだったらちょっと編成も考えないといけないですね。もう全然無理ではないんだけどね。もちろん全然無理ではないけど、でもきついんだよな。ロトムード王海流かなと思ってるけど、ラウドボーンもありっちゃありか。イルカはドオが止めるとして、ラウドボーンはテラスタル残ってれば一発あのゴースト技を透かしつつみたいのができるから、それでも死ぬかもしんないけど、ラウドボーンは結構ありな気がするな。相手のサザンがただこれゲロ重たいですね。ロトムで処理できないと基本きつい。毒とか入れられれば勝てるけど、まあこれでいくか。はい、対戦よろしくお願いします。まあこの世誰かちょっと大流行するんだったらちょっとな、編成考えないとな。まあ今のでもね、倒せるときは倒せるんだよね。だからあんま気にしなかったんだけど、待ってますな。初手から攻めるかも。引いてくるとしてもサザンだと思うから、どっちにしても刺さる。でここでフェアリーになっておけばサザンドラに対する耐性ができるから、そのこの後のサイクル戦でもまあ回しやすいかなって感じだね。悪の一貫切ったり竜の一貫切ったりできるんで、今回サザン重たい戦術なんで。特にテラバーストやっぱこの辺でちょっと素早さ落としてんだな。大体上取れる。でも取れるってことは多分死なないんだよな。次で落ちるんで。で、ワンパンはされないでしょ。挑発？あは？無償で行動させてくれるみたいだわ。ありがてえ。テラバーストで。で、サザンが鋼になってきたら、それはそれで、あいつが刺さる。キラフロールか。ラウドボーンが刺さる。ラウドボーン直機持ってるんで、サザンの技まとりあえず一発耐えてもらって、会心の炎技で倒せるかもみたいなところですね。
で、ここはラウドボーンじゃなくて、どう？あの HP の猿って残してくんのかね。わかんねえな。ここはハッサム読みをしてくるか、どう読みをしてくるかって感じだけど、ステロとかかな、普通に。アシッドボムか。あ、一応ワニ、対面通るし、特防さ、あれ、これ特防さか、でも、どうなんだ、これ、相手視点。いや、わかんねえ。え、大地の力押してくるかな、ここ。いや、あるな。引くわ。天人じゃないし。天人って自分の能力ダウンってどうなんだ？相手の特攻ダウンとかなかったことになるけど、自分の能力ダウンってどうなんだろう、わかんないな。にわかだからわかりません。これ、地面照らしたらあると思ってるんだけど。読んでるよ、それ言っとくけど。草だった。え、草って、それは、でも、等倍か、一応、ここ。大地だった、しかも。これ、もう、わけわかんねえことになってんな。アシッドボム大したダメージ取らないよな。ボルトチェンジでいいや。って言って、ヘドロウェーブが遅いな。勝った。なんかもうめちゃくちゃなことになってもうてます。裏がサザンだった場合、このロトム残ってれば勝てる。と思う。ここはラウドボーン。ヘドロウェーブあるんだ。直気があるから一発は耐えてくれると思いたい。草タイプになったことを後悔するがいい。引いてきた。この夜猿ギリかなですね。で、こちらアウトボールの HP を残さないとキラフロールに勝てない説ありますね。でも毒が入るようになったんだ、あいつ一応。で、アシッドボム食らわなければそんなにきつくないよな、対面から大地打たれても。相手もラウドボーン、いや俺のラウドボーンスラスラ振ってるからね。そして直気持ってるが、いや、ここは引かざるを得ない。ラウドボーン HP 残しとかないとキラフロールがきつい可能性あるから。あの HP だったら多分耐えると思うんだよな、一発ぐらいは。メガネじゃないし。キュレソンで、ここあんま甘えたプリングができないんで、イドンプでいいと思う。 OK、 通る。これボルチェン読みですね、多分。これはもう多分大丈夫かな。イドンプでとりあえずこだわっておいて、多分あと1個岩技とかだよね。こいつ瞑想とか多分ないよな。ヘドロウェーブ、アシッドボム、大地の力って見てるから、あとエナジーボールの可能性が結構あるかなと思ってるんだよね。草になってるし。だから多分ね、ラウドボールに通る技がね、最大打点大地じゃないかなって思ってんだよな。まあ岩技あったとしても多分耐えるでしょ。岩技の特殊ってあんまパワーないから。あの昔さ、あいつ鉄火魚が使ったなんだっけ、あのメテオなんとかみたいなやつ、あれは強かったけど。フレアソングで第一だと思うけどな。だよね、これは全然耐えるよ。特防ダウン、なんだかんだやっぱフェアリーロトムが強えな。この世猿とかに対する一応の解決策になってる。まあ解決してない時もあるけど、あいつがいなかったらもっと無理だから。なんやかんや強えフェアリーロトムが。対戦ありがとうございました。